ントノペイが17日、自身のインスタグラムにて、親友で女優の前、電圧こと久々の、アツペイ、ショットを公開し、ファンの注目を集めた。同投稿でペイは、親友の前田トッポ、図を決めたにショットを公開。約2ヶ月ぶりのアツペイ嘘みたいにお互いの予定が合わなかったまの2ヶ月本当に会いたかった。お互い仕事に集中する期間は連絡しない。暗黙の了解と2ヶ月ぶりの再会に喜びの声を綴った。さらに3枚目には前田が作ってくれたという料理の写真も公開し、初のアツコの手料理、突然のアツコキッチン1、気に健康になれた気がした。美味しすぎて見直した。でもちょっと料理もできるのは悔しいと前田の料理の腕を尊敬。続けて、個人的に昨日の AKB 総選挙見て、アツコの出てる総選挙を見返したやわ。で、アツコは、レジェンド神親友であり、憧れの人と、親友、前田を褒めたたえた。そんなペイの投稿には、やっぱりこの二人が好き、アツペイ神、何このコンビ癒しでしか、ない、久々のショット感激、似てるよ、姉妹みたいだわ、と、ファンからは歓喜の声が殺到。また、手料理食べたとかずるい。健康第一料理美味しいそう。あっちゃんの、料理食べたいと前田の手料理を食べたというペイを羨む、声も、多数寄せられている。ペイ、過度なダイエットに苦言、辛い実体験も、トロ、大学時代に約40キロ痩せ、だけど、タレントのペイが11日、自身のインスタグラムを更新。過度なダイエットについて言及し、反響を呼んでいる。アマタイムズ26歳の誕生日を迎えたペイ、親友、前田敦子からの祝福に感激、敦子の波、サプを読、リ、締め4月22日に26歳の誕生日を迎えたタレントのペイが、自身のインスタグラムを更新。アイドルグループ、AKB48 の元メンバーで女優の前田敦子から誕生日を祝福する連絡が来たことを報告し、反響を呼んでいい。アベマタイムズエビマスペシャル、チャンネル無料のインターネットテレビは、アベマ TV、アベマ TV、アベマ TV のアビマスペシャルチャンネルで現在、放送中の番組が視聴できます。アベマ TV